疲れ様です。おでです。おはようございます。おでです。今日もおでです。おでです今日はクヤ城だ。ここはクヤ城、三国クヤ城だわ。今日ここに攻めるんですか。おう、今日ここに攻めるんだ。城攻めだわ。ああもうやめてよ、毎日城攻めして。あれですね、昨日なんかもう朝まで攻めとったの。寝ちゃったよ途中で。朝攻めたらまた負けとったわ。すごいな、あのゲーム。すごいですね。社長がすごいですね。あ社長がすごいですね。ハマりすぎてる、やばい。で、まあ、今日何って言ったらさ、はい、まあ、俺その三国志にハマってるってちょっと前回ねゲーム実況じゃないけど、まあ、きっと僕が取らしまったと思うんですけど、はい、そういう中でさ、はい、まあ、知り合いにたまたま言ったらさ、いやいやお前そんなレベルじゃないよって。共通の友達なんだけど、はい、6ヶ月で150万とか180万だな。 6ヶ月ですか。6ヶ月か9ヶ月かちょっとはっきり覚えてないけど、はい、えよくやばいだろ。課金をする課金をここが不夜城なんで、ここ住本さんとかなんて。そうですね、ここは落としていきたいです、うん、でここでちょっとまあ話を聞こうかなと思って、まあ、何俺とちょっと違うんだ。三国志俺のやつは神仙っていうんだな、あれ、はい、だけど三国志なんとか覇王かなんかそんなようなゲーム。あ、いろいろあるんですね。そうそう、で俺もあの ゲーム歴が浅いじゃん、はい、まあ、行ってあのオンラインゲームデビュー1ヶ月だね。あ、そうなんですか。それも含めてちょっと聞きたいなと思って。はい、ですか、ゲームやらせてもらって。いや、195万が気になるわ。やばいね。195万ですかね。うん。ちょっと見せてよ、見せて。どんな感じなの？そう、デッキみたいなのがあるでしょ。あ、これで三国志、波動ってやつだわ。波動。これね。全然違うね、俺がやってるやつと。うん。なんなんそれ。全然違うじゃん。それで何？今自分のやつ、自分の軍団みたいなの見えるの。この青いのが、あの、自分の軍団、うん、仲間。うん。一覧みたいなの見えるの？武将一覧みたいな。その最強的、これ見たら分かるでしょ。これこいつテラ強いじゃんって分かるでしょ。ああ、これもゲームだよ、テレキリなんだ。このサーバーの一番の人の数字がこの数字、うんうん、29万29万2419。波動だったっけ。波動、波動、うん、ハレンチ学園行っていいかな、うん、ああ名前もさえかけておこうか、一応ね、許可がある。190万使っても、うん、まだこれだけですか。何や、歯ブラシ大魔王。はい、あ、名前歯ブラシ大魔王なの、うん、が、あの、軍団のグループ。あー、あーで、自分の名前なんだろう。チチゲ三本。え？チチゲ三本。チチゲ三本？チチゲ三本で、ね、いいのこれ、公開しいいの。いいでもみんな YouTube 出てましたよって言われちゃうよ。大丈夫です。そう、俺隠しとるもんな。はい、俺隠しとるもんな。チチゲ三本。何なの、全サーバーの中で40、相当でしょ。これはあの、S の14サーバー。S の14サーバーで44が総合力。俺もいいとこじゃねえか。俺のやつだってそんな金かからんもんな。だから多分この上の方の人たちは、うん、倍、3倍、4倍ぐらい。4倍ってことは何？600万とか700万ぐらい使ってる。は間違いなく使ってる。そうでしょ。だって数字だけ見るともう数字だけでも倍だから。だけど日が経つにつれて増えていくんじゃないの？あの、途中から上がらなくなる。武将がもうマックスに近くなると、うん、もうそれ以上鍛えれないから。武将のレベルみたいなのないの？武将のレベルはその戦っとるうちにレベル上がってくんじゃないの？上がってくけど、うん、あの武将何持ってるの？なんかゲーム買ってもらえない子が見てるみたいな。これお前ふざけんだよお前。あ、おい、あ、周囲おるじゃん。周囲かっこいいよね、あの赤壁の戦いって。そうそう、映画にもなっただろ。知らない。三部作でなってるじゃん、映画。知らないです。映画おるってお前、三国志、赤壁の戦いって、赤い壁の戦いって、三国志で一大のイベントの戦いだよね。へぇ、おぉ結構おるじゃん。ちょっと見さしてよ。これ、あ、これなんていうんだ。アマ、アマカンネイ。あ、カンネイ、カンネイ、カンネイは俺も知らんかったの、三国志の本で。だけど俺も持ってる、カンネイ。あ、趙雲、趙雲も持ってる。劉備ないな。あ、こいつも強いんだ。こいつなんていうの、これは核。これ結局これはもともと SSR のこっちの武将でおったんだけど、うんうん、あの、今度 UR、 SR、 なんだろうね、これ。これ、それは自分のやつなの、全部。これ全部自分の。SSR と UR って何でしょう。UR が、その、なんだろう。ウルトラレア。そう、ウルトラレア。で、SSR が、なんていうか、バチョウはスーパーレアじゃないんだ。バチョウはウルトラレア。うん、バチョウ、なんでこっちの SSR？ バチョウはね、バチョウはまだ。で、これどんどん覚醒して。商品もおるじゃん。商品も。あれこいつもおるな、夏なんとかみたいなやつ。書こうと思う、うん、こいつ二人ともおるな、そのメガネ眼帯してるやつも。俺の眼帯してるやつまあまあ強いもんな。書こうと思う。結構使えるんだ、そいつ。
そいつ俺なんか特攻かなんかも出したもんね。2ターン連続攻撃かな。ああ、そういうことで攻撃されたら跳ね返すやつだ、ほんとそいつ。結構使えるんだ、俺のやつも。この星があるんだけど。あ、カウンも何スーパーじゃないの違う。え長飛より上なの下なの下っていうかね、もともとって、こっから、うん、なんだろう。新しいキャラで出た。これ関連もおるんだけど、うん、この辺が覚醒して UR みたいな。新しいキャラが結局また出たの。ああ、それで金使わそうとしたんだ。多分ね。アプリ内で。うん、で、うわ、すごいな、これ。これ周囲もおるけど、こっち SSR の周囲。あ、両方持っとんだ。で、両方同時に進軍できるの？できない。どっちかしか使わないでしょ。使えない。この星が、うん、星があるんだけど。うん、レベル50とか。俺のやつどこまでレベルあるんかな？今俺も40とかおるでね。マックスになると星が全部つくんだけど、うん、これをこの星を7個にしようと思うと、うん、13体このキャラがいる。あ、そういうこと。星3つまでは1体でいいんだけど、うん、星4からは同じキャラ2体くっつけないと、ガチャで引かなあかんだ。そうそうそう、それやばいわ大将。すごいな、って気違いだね。で、何 100？ だみんなそれぐらい使ってるってこと、他のゲームのやつも、うん、俺より上の人は間違いなく使ってると思う。え、俺より上にいる人は間違いなく使ってる。すげえじゃん、最強デッキじゃん。じゃあめちゃくちゃ強いんだ。そこそこにやられます。そう。それでこれでやられる。マジ、うん、180万90万使って195万目だね。な、普通に5枚のカード持っとるから。やば。撮影用に用意した。撮影用に。マジ、戦うシーンとかあんの？戦うシーンは、じゃあ今から戦いに行きますか、うん、強い人探して。聴覚おったじゃん今。聴覚、聴覚ってあれですよ、コウキンさん のあれでしょ。コウキンさんとかなんか族の大将でしょ、聴覚から。あ、聴覚ね。そうだね。俺じゃあ三国志を知ってるもんね。そうですね、めちゃくちゃ。俺本当に本とか読んどるもんね。僕三国志全部読んで分からずに始めたんで。そう、劉備関羽とかぐらいは知ってるでしょ。そう、あの有名な武将しか知らない。桃の桃の約束みたいなね。歴史が全然わからない。歴史読んどる。漫画とかもあったよ、三国志の。この間三国志って3つの国だよ、三国志だよって言われて初めて気づいた。そのレベルから。そこがずっと戦いだったんだよな。そうそうそう。で、結局は最後はあれが勝ったんでしょ、曹操か。それも知らない。曹操も出てくるんじゃない、キャラだよ。 あるある。そうそうそう、持ってる、ある。出る強いでしょあいつ多分。馬長は、馬長じゃなくてやった呂布は。呂布もおる。なんか最強じゃん。俺の呂布めちゃくちゃ強い。なんか、言ってますね。だって1ターンで4回攻撃できるから。そんなって、なんでもありかよみたいな。で、そいつに特攻つけとるもんで、1ターンで8回攻撃できるからな。あ、特攻ってやつが。倍になるもんね。やばくね。で、それ最強デッキでしょ。ちょっと同盟じゃないところじゃ攻めてみましょうね。うん。それは何、敵を攻めるの？簡単に攻めれるの？敵を攻める。敵の。俺らのやつは同盟同士は簡単に攻めないでくださいねって言って。あ、同盟はね。だから同盟じゃない。相手も知らん同盟があるじゃん。うん、敵同盟みたいなのもあるじゃん。うん、同盟じゃないところを攻める。あ、もう本当一個人みたいなやつ。そうそうそう。同盟にすら入ってないやつ。あ、同盟なんだけど、また別の軍団の同盟だから。うちの軍団の同盟じゃなくて。そういうの攻撃しに。そういうの攻撃したいじゃん。なんか俺らのゲームはなんかあんま、他の同盟も、その敵対してなかったら、もうできるだけ攻撃やめてくださいみたいな。攻撃された場合のみやってくださいってなっとるな。この辺の人をちょっと攻めていってみようかな。攻める？何それ、自分の軍に指令出したの今。そう、チーム組んどんの。そうそうそう、デッキ組んどんの。何対何でいくの？何対何って。あ、もう戦うの？もう今6部隊出して。あ、もう攻撃しようんだ。そうそうそう。なんですぐ横におったの？あ、横に飛んだ。飛べるの？飛べる。飛べるとこと飛べないとこ。お金払って飛べるの？いや違う、アイテムで。そうで、そのアイテムもお金払うのでしょ。なくなったらそういうことでしょ。かまなく。あ、9000。すげえじゃん、もういきなり戦ってるじゃん、バチバチに。普通に9000ある。相手も結構強いんだ。どうだ。余裕ではない。9000払われた。あ、今偵察が入ったので攻撃されるから。は？あ、仲間に今チンコンっていうのが、うん、仲間に、うん、なんだろう、こっちを城を覗かれた。おう、チャットとか入ってるじゃん。何、その他の同盟のやつが攻撃してこんの？あんまりひどいことやってると囲まれる。囲まれる。中学校と同じだね。そう中学校の時と同じだわ、大体。よく囲まれた人なんだよ、俺。大体殴られとったな、俺。大体先輩に殴られとった。大丈夫でしょうね。ちょっと強い分ない感じ。やれた。いや、9000払える。は？9000。9000じゃない。戦いに呼んだら、されちゃう。
向こうが休戦してきた。そうそうそう。あ、もうやめようって言って。やめようっていうかね。休戦したらどうなるの？攻撃できなくなっちゃう。だけど向こうにもデメリットもあるんでしょ。今攻撃処理が一回引かなかみたいなやつが、まあ、うちもなんか面戦って言ってやれるけど全部戻し、うん、戻さなかもなっちゃう。うちはうん、俺の軍団が勝って戻ってくる。で向こうも戻っちゃうでしょ。向こうはね、あ、もう最初から兵を出せなかった。あ、だからもういいんだ別に。うん、てだけど、なんか俺、おなんかこうやっていろんなやつに聞いてると、はい、結構社長さんとかやっとんね。ああ、なんか、結局、三国志をやっとる人っていうのは結構年配の人ばっかだから、うん、その、結構金持っとる。うん、金持っとる人がおる多いから。やっとるぞ、これ。なんか中学生とか高校生がやっとるイメージだったけど。で相当思うからね、運営は。そうだよね。だけど、俺のやつはなんかそんなに課金できんのだよな。俺、そっちじゃなくてよかったわ。こっちやりゃ。いや、もう無理やばかったこっちだって。今なんだよ、せこいでね。俺は最初に1万円ぐらい入れて遊べりゃいいやぐらいで。よくさ、ゲームってなんかこういうボーナスみたいなのあるじゃん。最初のなんか、ログインボーナスみたいなので。一番、最初はなんか、これは安く買えるよみたいな、サービスみたいなのがあるじゃん。ありますね。普通は例えば1万円で1万ポイントなんだけど、1万円で2万ポイントは、オープニングサービスみたいな。そうです。そんなの忘れた。最初あれはあのリセマラってあの、うん、キャラを最初に選べるやつ、うん、それお金払って、いやそれお金払わない、ただあの一番最初にどのキャラを選びますかみたいな、うん、うん、いいキャラが出るまでひたすらずっとずっと出とんの、遊びに行かずに飲みに向かった、2時間も3時間ももう一回消して消えてみたいな、うん、ね、ずっとこれ仕事の仕事これやっとんの、仕事中も大切やってるでしょ、仕事はします、でそずっとやるゲームじゃないんだ、ずっとやってる人はずっとやってる、朝から晩まで。そうだよね。まあそんな感じです。はい。まあ翔太ちゃんとやってるんで変なコメントやめてね。はい。動画内だけなんで、ぜひよろしくお願いします。します。せーの、またねー。